荒野。じゃがいも。近所のおばちゃんもらったネギが大量に、大量使いの焼きそばですよ。これもおばちゃんにもらった。一番おいしい食い方はこのままドレッシングにつけて食いつけたんで、そう言われる通りに。明日はね、引っ越し。パッションフルーツを下から上に引っ越します。2個あるから、1個だけね。それには理由がある。パッションが手に入らない。多分、タイミングでしょうけど。
まだ人参が。今日ね、本当、最後いつだったかなと思うぐらい、サプリ飲まなかった。朝すげえ早くて、今飲みます。失礼。失礼。キムさん、楽しい一日、安全な一日、1分1秒大切に、残り限られた人生をたくさん地球のために使ってください。